皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2022年12月28日水曜日でございます。気温は4度4度ですか。もうそりゃ寒いはずですよね。なんかちょっと今日僕の声おかしくございません？実はやっぱり調子が悪いです。いつも朝方と言いますか、午前中ですね、午前中の調子がどうも良くないんですよ。朝起きると喉のガラガラ、鼻の詰まり、これらがちょっと重なってまして、そして午前中の収録がものすごい困難なのでございます。そんな中でもですね、なるべく早めにこの放送を公開できるのならばと頑張っている次第でございます。その頑張りにどうか拍手をよろしくお願い申し上げます。ちゃんと拍手してくださいました？ねえ、もうちょっと僕のエブリデイのこのワークを評価していただいてもいいんじゃないかなって思いますよ。とのことでして、もうちょっと僕への評価をよろしくお願い申し上げます。まあまあ、そういうことは自分で言うものじゃありませんよね。人が評価してなんぼですからね。評価してって自分から言ったら、そりゃ評価も下がっちゃいますよね。とはいえ、やっぱりこのエブリデイの大変さをもうちょっと皆様に分かってほしいのでございます。はい、そうなんですよ。どうかよろしくお願いいたします。とのことでして、最初からこんなお頼み申すことばかりですみませんね。じゃあ行きましょうかね。僕の昨日のお夕飯に行きますよ。僕の昨日のお夕飯は、きつねうどんのデコレーション飾りまみれでございます。もう最近の定番のデコレーションシリーズでございます。ツイッターはご覧になってくださいました？そういえばそうですよ、ちょっとツイッターで拝見したんですけれども、これご覧になっていただいてますかね。おはぎさん、誕生日おめでとうございます。そりゃあめでたいことですよ。もうおはぎさんもどんどんお年を召していらっしゃいますよね。僕とこうして出会ってからもう数年経ちました。ちょっともうよくは分かりませんが、おはぎさんとの年月も結構経っている気がいたします。おはぎさん、最近お便りくださいませんが、もしかしてご覧になっていただいてないのでございましょうか。もうおはぎさんって泣いちゃいますよ。本当にガチで泣いちゃいますからね。これもう冗談じゃなくですよ、それぐらい寂しいです。最近のお便りのなさ、本当に寂しいです。ですからどうもそこも原因があると思いますよ。僕が調子悪いの、なんかうまく喋れないなっていうのは、皆様からのお便りが
あまりにないからだと思いますね。皆さんのせいだと思いますよ。僕はね、僕は思っちゃってますよ。とのことでして、よろしくお願いいたします。本当に本当によろしくお願いいたします。そしてどこまでお話ししましたっけ？おはぎさんのお誕生日があって、その前に僕何を言ってましたっけ？お夕飯ですか？お夕飯なのに、なんでおはぎさんのお誕生日に急に飛んだんです？きつねうどんのお話をして、それからなんでおはぎさんのお誕生日か、きつねうどんイコールおはぎさんのお誕生日、こりゃ謎が深まりますよ。謎が深まるばかりでございました。これは後で見直さないとわかりませんね。とのことでして、おめでた、すいません、思い切り噛んじゃって、おめでって言った時に舌をガッてやっちゃいましたよ。あーもうこれ、もう鉄の味がする、鉄の味がしますよ。もうもう思い切りですよ。どうしたらいいんですか、この鉄の味。もうこの放送最中からもう気分が落ち込みます。このもう完全に、もう完全になってます、もん出ちゃってますよ。完全に出ちゃってます。鉄の味のするものが完璧に出ちゃってます。それぐらいガチって、ガチって噛んじゃいましたよ。いたたたたたたた、いたた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 、いた。余裕あるじゃんって思われました？そんなことないですよ。もうもう必死です。ですので行きましょうね、そろそろお便りに。はい、それでは拝見いたします。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便りまたまたありがとね。サンピアさんだけがこうしてエブリデイくださいますですから、ありがとうございます。サンピアさん、サンピアさんはお一言、これが尽きることはないのでございますか。すごいですね、本当にすごいですよ。僕はサンピアさんのようにエブリデイエブリデイ言葉を紡ぎ出せる、そんな気ができません、そんな気ができませんっていう言い方がおかしいですよね。そんな気に、そんな気がいたしませんですよね。そうなんです、そうなんです。ですからサンピアさんってこういうのは、これもう特技の範囲になりません？これ特技って言っていいですよ。それぐらいサンピアさんはお一言をものすごい考えついていらっしゃいます。しかもオリジナリティあふれてますとのことですから、本日のそのサンピアさんのオリジナリティも拝見しちゃいたいと思います。じゃん、あー今日なんかシンプルですね。でもこれはこれでまた新しいお言葉ですよ。なんでしょうね、これは一体全体、一体全体何かなっていうところまではちょっとわかりませんが、言葉をそのまま説明したいと思います。はい、いきますよ。これをご説明いたしますと、まあ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 、そうですね。あ、これ難しいな。もうちょっとズルしていいですか？ちょっとズルします。僕がホワイトであるといったようなことでございます。ホワイト僕
ということでございます。ホワイトを日本語にしてくださいませ。そして僕を僕の種族で言い表してくださいませ。つまりホワイトである僕、はい、もう完全にそのままですね。ですからお分かりになられたかと思います。そしてホワイト僕っていうのは、まあまあもしかしたらですよ、たまにカラスでも色のないカラスっているじゃありませんか。なんか多分色素の関係ですかね。生まれた時のその色素がうまく乗らないことによって色が、その黒い色が出ないっていうような、そういうカラスとかがいたりするじゃありませんか。他にもなんか例えば鹿も最近見たような気がしますよね。鹿も確かになんとなくニュースで見たような気がいたします。他にもいろいろそうやって色素がちょっと欠落しちゃった、そういうものがいると思うんですよ。結局それがこの僕の種族でも、あー危なかった、今言っちゃうところでしたよ。ホワイトな僕の種族がいるんじゃないかなと、そういうことだと思います。実際どうなんですかね。まあでも正直なところ、野生の僕ら種族って最近見なくありませんか。どうなんでしょうか。そこら辺ちょっと疑問ですよ。やっぱり森林の伐採やら開拓やらで森や林が失われてしまって、もう僕ら種族の住処が人間の手によりなくなっているのじゃございませんでしょうか。人間さん、そう叫ばしていただきましたよ。まあ僕は人間社会に溶け込んでいる僕でございますから、この社会がすごく便利で、そして住み心地いいなとは思ってますが、やっぱりそうですよ、野生動物の住処、これが失われていること、これは間違いなく進行しているはずですよね。ですから町に野生動物が現れたよと言って被害があるっていうことが世の中に多々ありますが、これは難しい問題ですよね。結局のところ、そもそもあった住処が、そうなんですよね、動物たちの住処が失われていっているわけですからね。なんとも不思議な、不思議と言いますか、なんとも切ないお話だと思います。難しいですよね。本当に難しいと思いますよ。とのことでしてですね、なんとなくお分かりになられたと思いますので、そろそろサンピアさんの一言行かせていただきたいと思います。行っていいですよね。もうそこそこお時間にもなりましたして、じゃあ行きますよ。はい、ではサンピアさんよりの一言どうぞ。白いリス。